JBoss とは JavaEE アプリケーションサーバーもしくは Java によるオープンソースソフトウェア開発コミュニティ。100以上の様々なプロジェクトがあり JBOSS.org コミュニティによって開発、運営されている。なお、中核となるアプリケーションサーバーのうちオープンソース版については現在は JBoss の名称が取り除かれたワイルドフライへと改名されている。 商用版には J-BOSS エンタープライズアプリケーションプラットフォームの名称が用いられている。ユーザーは各ソフトウェアを公式サイトよりダウンロードして自由に使える。ライセンスは LGPL である。J-BOSS はマーク・フルーリーらによって1999年にイジビーコンテナとして開発された。はじめはイジバスという名前だったがンマイクロシステムズのイジビーの商標との 権利問題で、後の J-BOSS という名前に変更された。2006年、商用 Linux ベンダーである Red Hat が J-BOSS インクを買収したことにより、現在は Red Hat が J-BOSS インクの業務を引き継ぐ形で J-BOSS プロジェクトの運営を行っている。2007年からは Red Hat による隠しコンポーネントの組み合わせに対する保証と、 エンタープライズレベルでの統合品質テストを検証した JBOS ソフトウェアが JBOS エンタープライズミドルウェアとして提供されている。オープンソースであるにもかかわらず商用サポートを受けることができることと合わせて動作が他の Java EE アプリケーションサーバに比べて軽快であることから人気を博している。統合開発環境の Eclipse との連携を可能にする Eclipse プラグイン。 J-Boss IDE の存在も J-Boss の人気を後押ししている。2008年2月には、Red Hat から J-Boss Enterprise SOA プラットフォームとして、史上初のオープンソースによる本格的ソア製品群が提供され始めた。2013年4月、Red Hat は J-Boss アプリケーションサーバーの名称を Wildfly に改名することを発表した。この変更は、 オープンソース版のアプリケーションサーバーである JBOSS、アプリケーションサーバーが商用版の JBOSS、エンタープライズアプリケーションプラットフォームとに過ぎていることから別物であることを明確に示すためであるとしている。ワイルドフライの名称はコミュニティにおける公開投票で決定された。同社はこれをフェドラとレッドハットエンタープライズ、Linux の関係に似たものだとしている。 主な J-BOSS プロジェクトとしては下記が挙げられる。J-BOSS は日本や世界の様々な企業で利用されている。アメリカでは、マクドナルド、モトローラ、HP、MCI、ワールドコム、プレイボーイ .com、EA ゲームズ、アメリカ政府機関、金融機関などの企業で稼働実績がある。ありがとうございます。